けど、キノコンは魔物だぞ。とりあえず会場に行こうぜ。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นพาร์ทของเนื้อเรื่องนะฮะของกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเหตุฉริยะคือคลิปนี้จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาลงนะฮะเพราะว่าปกติเราจะทิ้งไว้แบบทำเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเห็นแบบบางคนไม่น่าจะเล่นทันเควสอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีการบังคับอยู่ส่วนนึงว่าแบบถ้าเหมือนถ้าตามรายละเอียดนะครับที่ออฟฟิเชียลประกาศมาไอคนที่เล่นนะครับตรงส่วนของฉาก 3-5 อันเนี้ยบทที่ 3-5 ฮะของเกนชินน่ะกับคนที่ไม่ได้เล่นผ่านตรงนั้นน่ะมันจะเจอในเรื่องต่างกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องเข้าผ่านอินเทอร์เฟซเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าอ่ะได้งั้นเราทำคลิปตรงนี้มาแล้วกันเพราะว่ามันมีตัวส่วนของไอตัวละครนะครับตัวละครใหม่ที่เข้าแบบ2เนาะชุด2ก็มาอะไรเงี้ยครับโอเคเกิดมาเยอะละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวส่วนของคลิปวิดีโอที่อัดไว้ยาวๆให้นะฮะยังไงขอให้กูไลฟ์ฟันนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะจ๊ะโอเคอ่ะว่าแล้วเราก็ไปกันけど、キノコンは魔物だぞ。とりあえず会場に行こうぜ。เนี่ยสนามประลองอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันแกะชัดๆใช่ครับสาวมาราตาฮัสไพเทมาร์大会へようこそ私は大会の責任者正論派ベテラン学者のカウトリアです皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょうがそちらに関しては私が断言いたします今回の大会のために正論派最先端の理性増加技術を用いた英知宝珠を用意しましたので心配ご無用です気兼ねなさらずどうぞ振るってご参加くだされさらにこの度フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなりさらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過しエルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方にはただしこれには条件が一つだけございますエルヒンゲンさんの威発を継いでサウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることですうわぁそいつ6000万もらう気軽に投資したのかそれにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよな。いやー、主催側に教練員の学者がついてたなんてな。詳しく聞きもせず止めるっていうのも、それはそれでよくないよな。見てみかすいねね。大会に参加して、やつらの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ。スメイルはようやく安定を取り戻しただろこんな時にまた教練員とやり合ったらナヒーダにも迷惑をかけるしそれにあんなに自信満々に話されるとキノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっ確かにキノコンはよく面倒事を起こしてくれるけど悪質なものでもないだろ、うん、どっちかっていうと気性の荒い野生動物って感じだぞ安全面も保証してくれたんだしそんなに恐れる必要もないだろいい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石
ちょうだぜ。おう、これ申し込みの場所はあっちみたいだ。นี่ผมแปลกใจมากเหมือนกันนะนั่นจะเป็นกิจกรรมใหญ่อยู่นะมีคัตซีนอะไรครบโอเคแจกทุกแก้วแล้วゴールド流星の旅人にシルバー晩星のパイモン、君たちも、え、オイラたちを知ってるのか？いきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど、君たちはすごいもの。逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて、オイラたちありがとうって言うべきか？残念ながら今回の大会ルールでは。テイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接戦いはしないから、君たちの火の打ち所のない戦闘能力は通用しない。バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君たちでもキノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ。言われてみれば確かにそうだな。まだキノコンを捕まえたこともないし、戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだ。って待てよ、お前スタッフには見えないけど、どうして自信満々で説教してるんだよ。何者だ？私はハニア。ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知宝珠の初期テストに参加できたの。でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用するくらいしかできない。名乗ったって意味もないから、普通の出場選手として扱ってちょうだい。まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。私の指導を受けたい？敵であれ味方であれ、君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。だから同盟を結ぶ価値がある。もちろん私たちの関係は後者であってほしいわ。ストレートだな。自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよな。それじゃあこの英知宝珠を受け取ってちょうだい。早速主催側の指定したエリ。本当に行動力のあるやつだな。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知宝珠との相性がいいから、トレーニングやバトルに向いてる。英知宝珠はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。それ自体も操縦装置なの。だからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコン1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？いやだ。เจ้าเหตุหันศาสตร์ที่หนึ่งเลยชื่อยุ่งเกินอีเอ๋อありがとうでもそうだなもう炎1で呼び慣れてるだろうし分かったもう案は出さないでおくぜでもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。โอเคหลังจากคุยเควสมาสักพักนะครับมันก็จะได้ตัวลูกแก้วส่งปัญญามานะครับนี่ก็กดเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปยังพื้นที่นะครับที่มีฟังกัดอยู่นะครับ
นี่แบบนี้มันก็จะสอนเราแบบนี ก็ให้ทำการจับฟังกัดนะครับลักษณะเหมือนแบบที่เราจับสัตว์ปกตินะครับแบบนี้แต่ว่าถ้ายิงตัวส่วนของตะข่ายนะครับมันก็จะหนีนิดหน่อยนะเรียบร้อยทีนี้พอจับเสร็จนะครับเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับมันจะมีชื่อมาให้เลือกนะอันนี้แปลกๆหน่อยนะรู้สึกว่าชื่อมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ไปม่อนบังคับมากเลยอันเนี้ยนาคานาคา響きのいい名前だろバトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞこういうキノコは丸い帽子をかぶってて、ほら見ろ、こいつも喜ぶ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とかね、これからよろしくな、ポコポコビーニー。ポコポコビーね。わっ。さてと、残りのキノコを一気に捕まえて。แต่ชื่อของไปมอนนะครับมีในชื่อปันๆนะเนี่ยคิโนคุนを4体集められたみたいね次は主催の提供してくれたフラッ思ったより順調だなありがとうなハニヤそれじゃおいでとあれ見ろオロオロしてる人がいるぞキノコンが1体うわいきなり倒れたぞ早く見に行こうはあ、力が入らない一歩も動けおい大丈夫か怪我したのか行け炎待ってこの子私はただ疲れて歩けないだけで参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないとまさかお前こんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外ここまでみたいだね天々ヨーヨー獣だけじゃあなたたちには勝てない
ขอโทษติแป๊บนึงนะทำไมชื่อเห็ดมันมีแต่แปลกๆเต้ามุนติ้วเควงてんてんヨーヨー銃のことは頼みます。おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち、道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし。お前のキノコ、いや、キノコの仲間を奪うなんて、卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うなら、バトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれないって分かってて、それなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜ。それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？私はレイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとする、このようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんておめでたいことね。うまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎一にお礼を言ってないぞ。せめて一緒にご飯とか。大丈夫。そのテイマーさん怒っちゃった？多分そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。でも性格の悪いやつじゃないんだ。じゃなきゃオイラたちを助ける理由もないだろう。そうだな、また会える機会があるよな。その時お礼も用意しておこうぜ。今はハニヤの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだ。本当にありがとう。私も頑張って体を動かすから、全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。
もっと言えば最後まであなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。またもやなんじらは流行の最先端に現れたな。いやはや、さすがは娯楽小説の主人公たりうる人物じゃ。みこ、おいらの目がおかしくなったのか。なんでお前がここにいるんだよ。こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか。八重堂は今、次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておる。もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために、今回はわらわも参加する。選手としての感覚も体験しておきたいからの。そしてこれがわらわの相棒宗家がこやつに与えた名は百来シャラ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、こやつらと知り合っておくがよい。必ずや何時に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。少佐、はい、編集長様。心に響く作品を作るために決して臆さず、必ずやあなたたちを倒します。おお、たとえ巫女の腹心だからって手加減はしないからな。その息じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする、雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃ。全くつかめていません。その将軍様と花見坂を見て回った親友の方と対抗するって考えたら、すごく緊張してしまい。ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感を記録するんじゃ。これも良き素材になる。この人すごく怖い。でもとてもすごそう。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。そのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞ。キノコンを訓練して日常生活のお供にする。面白い。何時にはいろいろと秘密がありそうじゃな。発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃ。わらわは八重巫女、趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、何時に少し興味を持っておる。ふう、なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人とも、この間は本当にありがとう。予選の準備のためにもこの4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングに行ってくるね。ペース配分に気をつけろよレイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞ。おーい、ミコのオーラにびっくりしちゃったみたいだな。む？わらわはそんなに怖いのか。だとしたらもっとあの娘っ子と交流して誤解さて、わっぱのその目
まだ何かわらわ賑やかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。安心したぞ。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々本大会の会場に足をお運びいただけるとは。お、大会の責任者か。超お金持ちの大商人がなんでここに。ふむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければ何時らのようなお偉方が2人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろう。またまたそのような。八重宮司、あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知宝珠をお試しになられたようですが、この技術の将来性をどう思われましたか。あなた様さえうなずいてくださればこれを稲妻に輸出し一挙解決というところなのですが。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがの。そう焦らずにカウトリアさん、教練員の商業的な要望ばかりお伝えするのでは雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった貴賓に対してあまりに申し訳ない。それに八重宮司はご友人とお話をされていました。それに割って入ったことも失礼というものでしょう。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃな。何時の八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入用の際は何なりとお申し付けください。八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりです。そしてかねてより名を馳せている旅人さん。ミコ、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろう。こんな無下にしちゃって本当にいいのか。新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなど並大抵の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ、結末がどういう風になるかはまだわからぬ。とりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思っての。キノコンは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘めておる。このような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろう。ミコもそう思ってたのか。オイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだ。これに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだ。だからオイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさ。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃな。わらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの。大会の出場者として事前準備をしに行くとしよう。それではまた予選でな。ほれ百来者ら、二人にお別れの挨拶をするんじゃ。ひひ、今回は来てよかったな。新しい友達と知り合えたし、ミコにも会えた。たい、よし。じゃあハニヤのアドバイス通りフラワーゼリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ。
ついに来たな、優勝候補。早速フラワーゼリーを使って。優勝候補？いい響きだな。お前もオイラたちのことを知ってるのか？もちろん。君たちが英知宝珠を受け取るとき、俺はすぐ隣にいたからな。ハニヤさんが説明をしていたもんで、あの時は話に入れなかったんだ。ハニヤさんのような専門家が指導してくれたんだから、君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ。聞いた感じ、ハニヤはすごく強そうだな。主催側のスタッフまであいつを褒めるなんて。オイラたちも頑張らないとな。楽園エデン。私断罪。王女は、โอเคหลังจากที่เราผ่านตรงส่วนของเรื่องมาแล้วครับผมก็ลองเอาตัวนาฮิดะนะฮะเอาน้องนาฮิดะไล่2 NPC นะครับซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรนะครับตรงนี้นะก็ปกติแล้วอ่ะครับมันจะ2 NPC ที่เมืองอื่นไม่ได้เลยแต่แบบพอ NPC พวกนี้ครับเข้ามาตรงส่วนของไอซูเมรุอ่ะครับก็ดันส่งได้ซะอย่างนั้นนะฮะ ก็โอเคผมก็จะทิ้งตรงส่วนของข้อความนะฮะแล้วก็จังหวะที่ไป2 NPC แล้วก็พวกไดอะล็อกนะครับที่เก็บมาได้นะสำหรับในวันนี้ไว้ให้นะฮะยังไงก็ลองดูกันนะครับ
裁が貿易監査なんて考えたんだよ。今回の大会はなかなかいいわね。会場は小さいけど観客は十分いるし、人々に配慮して置かれた施設もある。参考に。私って結構やれるんだ。主催側の運営能力は悪くないようだな。書き留めておく価値がある。だがスポンサーの資金源はまだ調査。あの頃は毎日楽しそうだった少女がこれほど強い気迫を持つ女性になったとは。丸見えね。お金で僕を買収しようと考えているなら少なく。故障全部めちゃ。
小説に生かせば編集長様は納得してくださるでしょう。こんな簡単な仕事で高い給料をもらえるなんて。ユニコンたちの動きを相手が反応できないほど速くするの。一日の対戦で周辺の店舗と屋台はどのくらいのモラを稼げるんでしょう。สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ